へいへいへい、もうあれです、流し、垂れ流しで、イエー、ここに置く、うん、あ、いいね、この歌、うん、うん、うん、21のインザクラブですね、これ、うん、イエー、イエー、あれ、なんか豆腐出た。マジ興奮しすぎて。ちょっと 2NE1 のボムチンっていう子がいるんですよ。今日その子にこの方似てるんですよ、声が。あげあげ。本当にこれは。あげてます。本当です。まずまず食べてください、どうぞ。あれ、スプーンないで、なんで食べれるの？あ、忘れてた。スプーン。うち、箸で食べてる。マジ？うん、ということで変化。あれいやー、韓国料理屋とか行くと常に K-POP がね流れててすごいいい感じですよね、気分が、これ、この声がポムチンなんですよ、チュッキョチュッキョ、うまい、カラオケ行きたくなる、あるけどね、カラオケ、すごいね、書き込み、シエルの声ね、シエル、シエル、私はね、かっこいいもん、これスマでーって言ってますね、これスマでー、マッコリ見て、マッコリー、コリコリ入れます、マジっすか、あなたまだ残ってるからせなくなってから、欲しがりだと思う、あ、でもマッコリも飲みたいですね、じゃあビバちゃんぽんで、イエーイマッコリコリコリ、ありがとうございます、吸わせてもってあげる、あれなんか透明じゃない、もう振りが足りないのかな、これ結構振らないとそこにこんなに透明じゃない、見せて、これこんなに透明なのおかしいですよねっていう感じ、第2ラウンド行くしかない、もうちょっと白い気がするんだけど、いや、いいすごいね、よし、ちょっとやってみる、あ、これだよ、これ来た来た来た、白濁液来ました、あれ見たいね、イエーイ、興奮して任せた、へえへえチコティー、へえ、もうちょっと流しましょう、そこ流さないで、次は、あ、うま、マッコリ、おいしい、爆弾マッコリおいしいよね、爆弾マッコリ知ってますか、爆弾マッコリ、でもいろんな種類あるもんね、マッコリって、爆弾マッコリ、あのマッコリとビールを、あ、うまいうまいうまい、もっこりもあるよ、あ、それかな、え、なんかお店で爆弾もっこり、もっこりって名前、知らない、あるの？うん、海鮮チヂミ、うん、いや、いただきます、あ、これビールだから、ビールとマッコリ足して爆弾マッコリやるかな、なあ、ナイスアイデア、いや、食べる？長芋の勧誘、幸せね、ちょっとこれどさっと、
いい。揺らす感じ。プルプル。Yeah. あ、プルコギ忘れてたね。プルコギ。韓国といったらプルコギ。今度プルコギリベンジです。次本当はボムチンがあのソロのやつ聞きて。これあのビヨンセのやつをカバーしてるやつです。これもともとビヨンセの歌ですよね。もしビヨンセのアルバム持ってたんで、これこのアルバムに入ってましたね、ビヨンセ。それを多分カバーしてるやつ。あ、キムチ納豆やりたいな、キムチ納豆。あ、いいじゃん。花そけ、パッカーン。パッカーン。いいね。それだけ。やりたいだけ。欲しがり。K-POP を聴きながら。いいね、幸せ。爆弾マッコリそろそろやるか。これでも88円のビールで、ね、大丈夫かな。不安。確かに88円のビールでちょっと怖いのもあるな。どうしよう。危ないです。うん、ちょっとチキンなんで、この人のマッコリをいただきます。これ琉球グラスですね、ちなみに沖縄の琉球グラス、4種類ぐらいあるんです。あー、もうこれ甘っ。いいね。あー、久しぶりに飲みましたね、マッコリ。一時期マッコリハマってマッコリしか飲んでない時だったの、ほんとお通じが良くて良くて、マッコリ。やっぱ乳酸菌かなんか入ってるのかな。んだ入ってる、入ってる。マッコリに一層ハマってた時、マッコリばっかり飲んでた。すごいですよ、もう滝のように嬉しいことにも普通じゃなくてよくて、いや、美味しい。久しぶりに飲んだ。あー、いいですね、マッコリ。マッサラー、マッサラー。ボムチンのやつなんだっけ、なんだっけ。ダメだったか。パクボン。あ、いいね、これいいじゃん。トゥーベンワン、上がるね、これ。あげーって感じですね。出会い、ラッキー。キムチとご飯。そろそろご飯おかわりします。イエーイ。ご飯おかわり入ります。入ります。いいですね。イエーイ、イエーイ。まゆー、ご飯が進む。おかわり入ります。おかわり入ります。炊飯器空にしてちゅせよ。はい、空にしてちゅせよって感じで。おお、韓国橋クラッシュの巻。うん、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 いい子
米だ。納豆お願いします。来るときに納豆、納豆チュッセーよの感じで。あとチヂミももう3切れぐらいになりますかね。チヂミ、おチヂミです。ワン、ドワンでワンワン、ワンワン、ワンワン、へへ、へへ、センキュー。北海道の、北海道、北海道、これどうやって見るのこれ？これはこう、こう、ちょっとわからないよ、私。マジ？北海道納豆、キムチ納豆したい。いいね。うん。おー、プシュー、あなたプシューって。プッシュユーユーってやっぱりキムチ納豆ですね。ここまで来たらこれキムチ納豆チヂミのタレ入れたら美味しそうだね。あ、いいね。ちょっとやってみます。ミックス、ミックス。ちょっと納豆のタレを無視してこのチヂミのタレを入れたいと思います。韓国納豆キムチ。いつでも韓国にこだわるっていいね。タラのチヂミのタラ入れました。コア自体が完全に飛行船ですよね。ガッタイ、生き物みたいな。混ざれ混ざれ、ネバ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 。ソラのキムチをどさっと入れます。ごく多く入れたこれ入れます。この歌好きなの私、私も。そして声が似てらっしゃるよ。似てないですよ。似てないよ。あら、ポムチ。ちょっとこうこっちに寄せたぐらいにしてみたいな。納豆キムチ、いいね。キムチ納豆いいですね。イエーイ、イエーイ。キムチ納豆をいただきます。うまい、マッサー、うまいでゲス、いいね、うまいでゲス、ゲスゲス、ゲス、ちゃんぽん行きます。パラリラー、ビールとマスコリー、パラリラー、yeah. これをキムチ納豆をオンザ、あら、いいね、ライス、いいね、させちゃいます。オンザライス、ぶち込めます。イエーイ、からのいただきます。オンザライス、キムチ納豆。持てない、持てないことに始まってる。あらあら、みんなよだれ垂らして見てるよきっと。持てない。うまい。みんなこの容器が欲しくなるはず。はい、ノーコメント貼ります。欲しいな。うまい。オンザライスやばいですね。食べたいってコメント絶対来るって。その容器でその箸で納豆キムチご飯に入れて食べたいって。